州オーバーフランケン行政管区のバイロイト郡に属す、マチソン。ビショフスグリュンは、オーバーフランケン東部、フィヒテル山地の心臓部にあたる奥前コプフ山の、ふもとに位置する。この町は、公式には15の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。1360年、ヒルシュベルクの領主が有していた、領主権が、 ニュルンベルク城白、後のブランデンブルクバイロイト辺境白に移った。1536年にはすでにガラス工場があったことが明らかとなっている。1616 16年、グラスムヒャー家の一員であったグライナーは、火事にあったガラス工場を勘入れ、新たな成功を収めた。1791年に、プロイセン王国統治下のホーエンツオレルン家のバイロイト工業の一部となり、 1807年のティルジットの和訳でフランス領に1810年にバイエルン王国領になった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体令により現在の自治体が成立した。ビショフスグリュンはすでに20世紀の初頭から観光産業が成り立っていた。多くのスキー場やスキー学校ができた。1978年には ビルファースロイトが合併した。1992年からは、ビショフスグリュンは、健康に良い気候の保養地に指定された。ビショフスグリュンでは、毎年、シャニク祭の時期にシュネーマンフェスティバルと呼ばれる催しが行われ、ドイツ最大の雪だるまが作られる。1975年から、ビショフスグリュンは、GSG-9 の協力としなった。 協力関係は、相互の交流や共同での催し物といった形でなされている。この町の議会は14議席からなる。2020年5月からミハイル・シュラヤーが町長を務めている。ズンガラ・銀次。斜め十字に組み合わされた黒い鉱山労働者のハンマーと金のガラスがついた黒いガラス吹き棒。その上に赤い鹿の頭部。ありがとうございます。